どうも、こんばんは、エネムです。さあ、今日3月3日はひな祭りということで、早速ガシャの方を引いていきたいと思います。まあね、ひな祭りと月山旬の誕生日ということで2つ来てるんですけど、まあでもね、どっちも迷いどころなんですよね。多分一番強いのは月山になると思うんですけど、 UR の中で。でもね、今回の UR ひなみ、ひな祭りのひなみもね、相当ぶっ壊れ性能なんで、まあ確保しておきたい。まあ、Twitter とかで結構サーチかけてみても、 UR ひなみ出たって人1人しかまだ見つけてないんでね、相当渋いガチャだと。まあ、今まで UR 当ててない俺が渋いだのなんだの言っても、今まで全部渋かったんですけど、まあここでね、今回こそ UR 難民を脱出するために、ここでパパッと単発でね、引き当てていきたいと思います。今回10回連続単発で、あ、でも待て、6連なら1枚は SSR 確定か。6連引きましょう。というわけで最初4回単発引いて6連引きたいと思います。ちょっと詳細を見ていきましょうね。いやー、ひなみとあれかな、全部ひなみなのかな。あー、ハロウィンひなみも出る感じマジで。いやー、あ、りょうこさんいるのか。まあ、あれだな、晴れ着のひなみは1枚欲しいな。でもなんか出そうだな、秘めたる力の方はもう散々出てるからいらないんだけど。うっ、月山出んじゃん、マジか。というわけで引いていきたいと思います。とりあえずまず単発からいきます。まあ、そうそう来ないよね。金からの、あー SR ね。はい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 。まあ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 、まあ、欲を出しちゃいけないと。銀ですね。金からの、お、 SSR ですね。さあ何が来る。晴れ着の方が来いよ。まあ持ってなかったとは思うんですけど、よしよし、金金金金金からの、うい、 SSR からの、何が来る。晴れ着がいいな。ですよね。よし、6連いきますか結局6連か。まあいきましょう、6連頼みます、来てくれ。くそまあそんな簡単ではないよな。あ、りょうこさん、はいはいってですよね。ということで今回も、もう爆死ほどではないと思うんだけど、 SSR3 枚出たし、というわけでね、皆さんは月山、 UR 月山か UR ひなみ、ひな祭りのひなみは引けたでしょうか。まだまだ UR 難民は脱出できそうにないですね。というわけで、また次回実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。